皆さんこんにちは、トミーアップです。今回は自作キャンピングカーの製作をするために購入した中古の日産キャラバン NV350 の床張りをしていきたいと思います。残念ながらオープニングを撮り忘れてしまったので、動画の冒頭は父がフローリングを剥がす様子を20倍速でお楽しみください。自分たちでキャンピングカーを作ることを夢見て中古で購入したこの車は、前の持ち主がキャンピングカーを製作しようとして途中で断念した跡が見られました。このフローリングもその一部です。とても丁寧に貼られていましたが、フローリングよりも汚れや傷がつきにくい業務用タイルを導入しようと思っているので、今回取り外していきます。フローリングを取り外した後はサイズを測ってから新しく土台となる板に入れ替えていく予定です。フローリングは大きな4枚板の上にボンドと釘で厳重に固定されて貼られているようで、1枚1枚剥がすのが大変でした。はい、床のフローリング全て取り終わりました。で、これからこの板も外していくんだよね。はい、じゃあ外します。すべて取り外しました。中はね、こんな感じです。ちょっとこれ掃除しないといけなくない？別に大丈夫？こんな感じになってます。あ、これからね、この床の形に合わせてまた新しい板を入れていこうと思います。これよりははい、行きます。話せよ。お、そう、ほんとに？あ、ってなった。なんか違くない？あ、反対だ。こう？違う、待って、あ、あってなってる、これなってる。これとこれが、うん、こうなるじゃない？うん、これを止めるためにこの木を入れて、あはー、で上からネジ、そう、ネジでで止めたら2つくっつくよってこと？そう、そういうふうに作ってる。ほら、こういうこのつけるところを見せようか。これ何？ちょっと待って、ネジ穴みたいなのがある。爪付きナット。へー、こんなのがあるんだ。そうで、ここがネジ式になってて、うんうん、6ミリのネジ式になって。へー、なるほどね。これ自体は上からガンガンって入れるの？そう、ちょっと入れてみようか、これ試しに。これに、うんうん、開けてこれをここに、これで完成？うん、出来上がり。へー、はあ、なるほど、めっちゃ便利じゃん。で、これがこれはこっちからじゃなくて、こっからね。うん。から。あ、裏から入れるの、ネジ。そう。こっちから入れちゃうと抜けちゃうから、こっちからやると。そうなんだ。抜けないと。へえ、そういうことね。うん、はい、全部綺麗に付け終わりました。中に入ってみて。よいしょ。完成でーす。なんだそれ？何それ？完成でーす。
はい、完成しました。すごいすごい完成したんだけどさ、うん、これの下にマットをもらえと、マットを置くのと、あとこれで全部全箇所止めればバッチリですね。じゃあなんか順番的にはマットを敷いて、この板敷いて、それを上からあのフローリングみたいなの入れれば、あ、オッケー。今度からはこの壁、壁、屋根の貼り付け作業をやっていこうと思います、はい、一旦は型取りをして、うん、でそれからボンちゃんに行きたいなと。はい、わかりました。一応は床は出来上がりました。モロビホームから、あ、いただいたカタログ、カタログの中から、うん、店舗とかに貼られてるような、うんうん、タイルタイプっていうのかな、うんうんうん、それを貼っていこうと思っています。それでは動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。トミーアップレンタル受付中です。よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。